はい。今日はですね、丸亀生命のシェイクうどんっていうね、商品にカエルが混入しているっていうことで、今それが炎上していて話題となってるんですけど、まあ、このことに関してね、なんかこんな風にね、まあ、これ後入れと思ってしまうと、サラダカエルの後だからねと、本当なら申し,ない申し訳ないけど、すぐに謝罪対応した会社すごいと。これって食ってからカエル入れたんじゃね ということね、まあ、やらせ疑惑があるんですけど、まあ俺は、これは、ほんまにふざけんなって思ったし、これは俺はやらせじゃないと、これは思いますね。で、すぐにね、このことについて、丸亀生命は、つい先ほど謝罪文を出したと、まあ、いうことなんですけど、まあこちらにあるようにね、お詫びとお知らせと。 えー、この度、弊社丸亀生命、えー、で、えー、販売したテイクアウトの、えー、サラダうどんにカエルが混入していたと。まあ、いうことで、5月21日に発生したと。まあ、いうことでね、下の文章ですね。このため、生野菜を使用する一部商品について、23日、24日、25日の販売を休止すると。まあ、いうことでね、えー、今日、明日、明後日の販売を休止することが、 発表されたと。まあ、いうことなんですね。で、このね、シェイクうどんっていうのは知らない人のために言うとね、この下の文章の、えー、3日間で約21万食を売れ大ヒットしていると。まあ、いうことで、3日間で21万食売れたということで大ヒット商品。っていうことで、こんな風にね、えー、今、カエルが混入したということで、 炎上していると、まあ、いうことなんですけど、まあ、俺は、いや、本当に、ま、安全面が一番大事やからね、まあ、買えるっていうのは、見ててもちょっと、衛生面では良くないと思うんで、うん、まあ、大ヒット商品であるから、ちゃんとこういうね、衛生面しっかりしてほしいなと思うし、まあ、やらせ疑惑は、 まあ、いろいろ言われると思うんですけど、まあ、事実はね、えー、しっかりこういうふうに確認したって言ってるから、うん、まあ今後ね、そういう対策し,しっかりしてほしいなと思いますね。うん。え俺も食ったんすけど、あまあ、甘えたかなっていう感じですね。